여러분 안녕하십니까 마에다 です。今日もね楽しいお便り嬉しいお便りいただいてますのでそういうお話をしたいんですけども、その前に、動画で見ればがちょっと勉強してからにしましょう。まずは勉強。時候ですね、これはね左半もうそのまま漢字語で最後の NG ですね、これしっかり鼻に抜いてください。左半ですね。でこの比喩も弱くなる傾向にあります。左半というよりは三という感じになりますね。注意事項は赤色で表示しておいたのでよくお読みになるようお願いします。注意左半은빨간색으로次はね표시해두었으니っていうね、表示しておいたこの辺がちょっと言いにくいかもしれませんね。표시해두었으니よくお読みになるようですね。잘읽어보시기바랍니다、まあ、こういう言い方をします。次菊丹の初中級悩みで古民っていうんですね、この漢字そのままですね。悩み、留学問題で悩みが多いです。まあ留学問題ってちょっと変な日本語ですけども、유학문제로、ここまあ擬音化してもしなくてもいいですね。유학문제でも構いません。유학문제로고민이많습니다、悩みがあるなら打ち明けてみてください。고민이있으면、次ね打ち明けるっていうのがね、トロのタっていうんですね、こう吐き出すとかね、心情をこう、吐き出す、まあ打ち明ける、そういう時にトロのタと言います。ここはトロのアバヨというふうに、まあ、書いてます、表現してます。トロのタ覚えておいてください。悩んで解決する問題ではありません。고민해서해결될문제가아니에요、ここですね、해결하다ではなくて해결되다となっているところを注意してくださいね。해결될문제가아니에요、아니에요のこの A の綴りなんかも要注意ですね。パッチムがあるならいいえよ、ないならええよっていう、そういうので覚えますけども、このね、あにえよはもう、あにえよっていう塊なんですね。だからパッチムがないですけども、このえなんですね、間違わないように注意をしてください。オイルジャバラの중급、그배우는가수무모노래도잘한다、その俳優は歌手何々歌もうまい。1番くでろそのまま、2番パンドゥシ必ず、3番もっちやんけ、けは激音化します、これは劣らずですね。4番もじあな、これね遠からずという意味ですね。遠くなくもじあなでもいいんですけども、このリュールが消えてこのティオスギもなくなって一つの塊として遠からずっていう時にもじあなと言います。面白い表現ですね。ここでは「もちあんけ」「何々に劣らず」という意味です。3番を入れて読んでみましょう。一緒に読みましょう。はい、しーじゃく「くべうぬん」「かすもちあんけ」「のれどちゃらんだ」「その範囲は歌手に劣らず歌もうまい」「こぐ」「教授님은학생들에게방학동안해야할새로운과제를무모、教授は学生たちに休みの間にしなければならない新しい課題を何々、付与へった、まあ付与した、まあこれ与えるでちょっと大げさな感じがしますけども、付与へった、양보へった、これは譲歩する、指導へった、試みる、개설へった、まあ解説する、この場合はまあ付与しかなさそうですね。じゃあこの不要を入れながら読んでみましょう。一緒に読みましょう。しーじゃく教授님은학생들에게방학동안해야할새로운과제를부여했다です。さて今日の発音の変化ですけども、これですね、持ち案けでこのけが激音化します。何々に劣らず、そして持ちと、まあこれはノーン化、これは自然になるノーンですね。で、アンケー、ここは気をつけないと弱くなりがちですね。この直前に小さいですけども比喩がありますので、次の記憶と結びついてケーとなります。アンケーですね。さて今日ねいただいたお便りはまたこの話なんですけども、これをね、ミレから買っていかれた方からすぐもう次の日に嬉しいお便りいただいてます。紹介しますね。
韓国書の中の100人、帰りの電車で早速立ち読みしました。立ち読みっていうとなんか本屋さんでこう買わずに読む、そんな感じがしますけど、まあ立って読みましたということですね。学生時代と違って本を最初から通して一気に読むのが億劫になってきたので、昨日もパラパラ読みをしました。前書きを読み、最初の一人を読み、そうだそうだこれは読まないと、といつものように後書きを先に読み、それから目次をさっと見てパラパラとめくって目についた時から読み始めました。こうしていると家に着いてしまいましたので、降りてからバス停の明かりで区切りの良いところまで読みました。一人終わって次のページに行ったり、またペラペラめくって好き勝手なところから読み始めたりして、大体全部読んだかなと思ったところで、おもむろに最初から通して読むのが自分のパラパラ読みですと。そして最後の最後にまた著者後書きを読むのが好きです。スマ缶も楽しみにしておりますと、まあ、こういうねお便りなんです。だからねこの本ねどっからでも読める。で一人一人がね物足りないぐらいに短いんですよ本当に。だから読みやすい。最初から読むんじゃなくて、ドラマとかでね知ってる名前があればその人を中心にパラパラって読めばいいんですよね。あちこちから読めるというね、そういう良さがありますのでいいかなと思います。そして中学生を念頭に置いて訳しましたので、優しい感じでデスマス調で語りかける、まあ、そんな、まあ、まあ文体っていうんですかね、語る調子がありますので読みやすいと思います。もう字面はねルビーを振ってますので、すごくなんかぎっしり詰まった小難しくちょっと煩わしいほどルビーをつけたんですね。それが見た目がね難しそうに見えたりするんですけども、とっても読みやすくなってますので、皆さんぜひ手に取ってお読みください。 Amazon でねなかなか出ない。多分ねこれ前の本とね、このなんて言うんでしょうか、 ISBN のね数字が違うから違う本という認識になってて、なかなかうまく登録ができないのかもしれません。高橋書店の方から Amazon の方には連絡は行ってるということなんですけども、なかなか入手しにくいみたいですね。ミレからも発送しておりますので、ただねミレも在庫がなくなったり、明石さんから送ってもらったりしてますので、今少しお時間をいただいておりますけども、必ず発送いたしますのでミレにご連絡をください。歴史に関してね、新しい事実、新しい人物を知っていくっていうのはやっぱり楽しいですからね。読みやすい本ですので、ぜひ皆さん読んでほしいなと思ってます。スマ缶も登録してくださるとなお嬉しいです。